解決即パッドの即パッドで馬券買ってみた。どうも、私は競馬大好きヒーロー解決即パッドだ。今日は即パッドで馬券買ってみたということで、今から JRA のインターネット投票サービス即パッドで馬券を買ってみるぞ。まずはレースの予想だ。ふむふむ、どうしようかな。よし、今日買う馬券を決めたぞ。では早速即パッドで馬券を買ってみよう。 JRA のスマホ版ホームページから。即パッドはこれだな。ネット投票ログインをタップ。加入者番号、暗証番号、 PARS 番号を入力してログイン。投票メニューに入ったら、即パッドの場合まずは入金だ。入金指示しないと馬券は買えないからな。入金金額を入力して暗証番号を打ち込んで、これで OK。 今回は1000円入金してみたぞ。いよいよ今から投票だ。通常投票をタップして、競馬場名、レース、識別、方式を選んで、予想した馬を選択。そして金額を入力してセット。投票内容を確認して、あとはここに合計金額を入力。最後に投票をタップ。これで投票完了。馬券が買えたぞ。思ったより簡単だったな。ほんと即パッドって感じだな。みんなもこの動画を参考に即パッドしてみてくれよ。さらに JRA の指定する海外レースの馬券も購入できるぞ。よかったら海外馬券も挑戦してみてくれ。